はいどうも、ついにこの時が来ました。ミストです。はい、本日はですね、こちら祝賀会2021年ゴールデンウィーク記念ガチャの追いガチャの方をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、前の動画でですね、ワールドクラス友沢亮の PSR リアリティ変換は成功したものの、解放がひどいありさまだったので、この追いガチャで50決めたいと思います。でそれにあたりまして、こちらの強化素材のピアラ活動、エサラ活動、PSR 活動、これも全部使う気で、はい、挑んでいきたいと思います。で、現状なんですが、ワードクラス友沢亮が44で止まっております。で、SR 母体もありません。ただですね、今日来たアマネガチャの選択ガチャ券の中にですね、はい、袴友沢がいてくれますので、まあ、最悪 SR 出なくてもこいつをね獲得して、解放していって45にして、まあ2段階通って48、そこで PSR 博士を決めれたら理想かなと思っております。で SR 活動も2枚ありますので、もう SR プラ2は確約されております。で PR プラ5もね作っていけば、まあ早めに終われるんじゃないかなと思ってるんですけどね。はい、もう全ては2段階解放にかかってくるかなといった中で、はい、石1000個用意しました。まあとりあえず100連いかせていただきたいと思います。前置き長くなりましたが、早速参りましょう。あー、もう本当にやりたくない、これもう絶対渋いもん、渋いの分かってますもん。いきます。なんかこれ PSR 出てもさ、なんでリアリティ変換したのってなるじゃないですかなんかそれも嫌なんだよね。はい、まあポンドリングだよね。もう PR と RD を、おー、いいね。で出現割合がまあいつも通り 20% くらいなんで、まあ結構、はい、渋い戦いにはなるかなと思っております。もうとにかくもう、もうレアリティは問わないわ。もう SR、PR、R、まあ、もっと言えば PSR だけど、そこが出てくれればもう文句はないです。お願いします。さあ最後、先駆け。あー、なんか確定分以降追いガチャするの久々だな。お、R ナイス。お、R ナイス。ここで、SR! はい、ともえちゃん。ともえちゃんじゃねえや。なんだっけ、こふれちゃんだわ。はい、行きましょう。おー、でも SR 出るね。ただ中身が問題なんだよな。複数枚欲しいが、モード、昨夜。名前が出てこなくなったので途中でやめて。バカ野郎、マジで何してんの。もう 20% 引いたのにな。はい、もうちょい行きましょうか。全然足りないわ。頼む、 PRRD からお願いします。うん、いいよ。あれ出てもね、解放するかがね、ちょっと怖いんだよね。お、いいね。あ、もうさっきの PSR 出たガチャより全然いいわ、これ。石566個までかな。とりあえず行きたいと思います。いやー、さっきのな、さっきのなごみはちょっとやりましたね。アンヌ、金髪違い。ちょっと渋いかな。あーあーあああ、ゼロ枚せめて R1 枚出てほしいよね。虹がかかってもいいんですよ。ああ、ひどい、これはひどい、これはやばいな。演出がやばい。マキシマムらしい、マキシマム演出出たな。ゴリゴリじゃん、中身がゴリゴリなんですけど。お、あるナイス。あ、そっか、激闘も出んのか。なるほどね。ガンガンいきますよ。手汗がやばくなってきたよ。ちょっと演出頑張ってよ、もうちょっと。これやってね、黄色玉出ないと、もう虹玉が出る確率すらないですからね。お、いいよ。R いっぱいください。あ、いいね、3枚。OK。R3 枚は実質勝ちだわ。感覚狂ってきました。100連早ない。まあ出ねえなー。まあもうだって PSR1 枚出てるからね、まあ、勝ってる方なんだよね、内容を除けば。
ティアラ欲しいな、ティアラ欲しいな。うん、ある。はい、もうあと20連か。早くね、早すぎるんだけど。お願い。よし、ググク演出全然来ないですね。同じ演出ばっかだな。さあセンター、友澤ホームラー。SR1 番も引けず、あー PR でかい、 PR がでかい。はい、ありがとうございます。まあ、一旦ラストですね。これ解放やってみましょうか。SR 出てないから結局もうセンターが事件取んなきゃダメだな。あー、ググったけど SR は出そうにない。マジであまねガチャのね、猿選択ガチャ券に救われたな。R ナイス、 R ナイス、 R ナイス。うん、おー、 R4 枚いいね、 OK。 そうしたらですね、絞り込みで打撃にしてどうすっかな。 R プラゴを作っていく感じにしようかな。置きに行くなら袴トーザーはもう普通に突っ込んじゃっていいかな。でこの PR の袴トーザー2枚はこれちょっと直で勝負するしかなさそうかな。 R があ、ちょうど13枚か。 R プラゴ2枚作れんのか。まあちょっとじゃあここにまずは袴トーザーを入れてみましょうか。あ、激闘もいたわ。あ、さ、激闘そうか。打撃じゃないんだ。はい、隠れちゃいましたね。これが何個いくか結構大事。間違えるな、絶対に間違えてはいけない。いや、何で言ってんの、マジで言ってんの。あー、それはきついな。ちょ、固い立ち回りでいくか。もう後悔したくないからね。 R はね、あんまプラコ作りたくないんだけど、今のでちょっと嫌な予感したんで。5枚マジでゼロとか笑えないからな。はい、でこれでプライオンとか言ってくれたら嬉しいな。はい、あ、もう一枚いっちゃおうか。 OK します。最大5だけどね、さすがにそれは望まないわ。3くらいでいい、マジでお願いします。あー、解放運ひどいな。解放運ひどすぎだろ。やらかさ3枚か。まあちょうど3枚あるし、じゃあ行こう、行きましょうか。アマネは見限るしかないね。いや、もうここで解放運悪いのはいいわ。メサルプラグがもう通ってくれればもうマジでそれでいい。で、満を持して、本当はちょっとやりたくなかったけどね。本当は自分もアマネ取って45にしたいんですけど、袴友澤取りたいと思います。まあ、ガチャ解説動画も撮ったので、ここに、はい、全部行くしかないか。あ、一旦じゃあこれで行こうか。解放を見て追いガチャするかもちょっと決めようかな。まあ、3行ってくれればエスラカスをもう入れちゃっていいかなと思います。します。もうマジでてんの。もう解放やばすぎるだろう。もうちょっと動画区切ろうと思ったけど、いっか。今 PR プラス1でしょ。もう一発 PR プラグを作りに行きますか。ここでちょっと SR のワールドクラス友澤レオが出ちゃうとちょっとややこしいことになっちゃうんだよな。まあ、いっか。行くしかねえな。解放悪すぎ、マジで。行きます。プラゴが作れる目処が立ったら、
行きたいと思います。今 PR プラス1年、はい、 R いいよ、 R いいよ、 SR、 全然引けないな。 20% 青葉って何よ、青葉って何よ。この PR ディンゲお願いします。これ確定分以降で SR 母体狙うのマジ無理っすね。あー1枚頼む。1000個は溶かしたくないのよ、厳選用に取っておきたいのよ。オッケーオッケー、はい。なんで武州衛のがいっぱい出るんだよ。武州衛ピックアップかかってんじゃん。うわ、ゼロか。はい、 PSR 2枚引いてんのか。まあ、100連で1枚の計算だからそこはいいんだけどな。お、2枚、ようやく数枚来た。ナイス PR。 あー、でかい。これはさすがに来るっしょ、来るっしょ。あー、来た来た来た、よし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 。うん、もうちょい行こうかな。今流れがいい。止まった。150。あー、いいね PR。 あー、でもこれで結構いけそうかな。あー、いいいいいい、結局解放次第だけどね。ここでじゃあ終わろうか。ここで250個だもんね。これで50連か。多い。あれ、計算合ってる。うん、お、2枚。ここ、まあ大和田もありかな。ワンチャン50っすね。クロスナイン攻略ガチャ来た。ちょっと見てみようか。PR が、あ、いけそうだな。2段階いけばって感じか。 PR プラス3は作れて、 R プラ5が2段階いけばっていう感じですか。で、さらに PR プラ5も2段階いかなきゃダメなのか。シビアすぎる、シビアすぎるな。この戦いきつすぎる、マジで。もうプラゴは作らないでいこうかな。ここで攻めのムーブお願い。いやー、やっちゃった。合ってるよねこれ。2段階頼む。もう1個取り返せ。くー、足りないね。そしたら PR プラ4任せぞないからね。きつすぎる。 PR1 枚出たらいきます。お、 PSR でいいよ。本当に本当にマジでそれは助かる。助かって、救って俺を、助けて助けて。2枚、頼む。うわ、当たりだけど違う。こんだけ外すのか俺は。来い。 PR と R すら出ないじゃん。マジで石溶けるよ。頼むよ。あー、手汗が止まんね。オッケー、これでいけるね。一応勝負できるね。なんなら SR ください、願い。登場って。ただそうなんだよね、ここ2段階いかなきゃダメなんだよね。
これマジ大事だな、これ大事だわ。もうこれ2段階いったらエサラ破壊数を2枚使っていきます。お願いします。頼む。 OK で、もう行くしかねえ。でさっきエサラ1枚ポロッと出たから、それも通ればプラゴですね。お願いマジでここで楽にしてくれ。前の爆死をさ、これで取り返してくれよ、頼む。救ってもいいじゃん、これ全部通ったらピエサラ滑走も温存できます。頼む、応えてくれ、俺に力をくれ。みんないつもご視聴本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします。トモサーとともに。おお。ねえマジで言ってんの、もう。はい、ということでね、まあいろいろ考えたんですけど、まあもう石1000個使おうと思います。でも出た SR、PR、RO もう全部入れていく感じで、まあ、PSR 破壊数を1枚でも温存できたらいいかなっていう感じでいきたいと思います。PR じゃもうダメなんだよね、もうこっからもう母体狙いはマジで無理だね。てか SR プラボ作るのはもうこっから何個石必要になるか分かんないんで、はい、SR も外すしな。 SR1 枚出て通ってくれ、もうそれで許すわマジで。お願い来い。なんでこんな東出んの。東出すぎでしょ。はいラスト、もう超えてなかったら諦める。あるよあるよ、助けて。2枚、もうどっちかでいいから出て頼むから、本当に苦しい。どっちか来い。くそー、あーマジで言ってんの。 PR もなしか、もう全部さ PSR プラゴ SR プラゴ全部1段階解放だってことだったでしょ。はあもう何かの間違いで取らねえかな。1枚は残したかったな、1枚は残したかったけど、もうこれは行くしかないか。ちょっと一発ね SR ピエサラミキサーでワンチャン狙っていきたいと思います。3、4、5。俺必死なんだよマジで、ちょっとあがかせてください。もう一回くらいいけるかな。ちょっともったいないギャラが多いかな。3、4。これでいこうか。さあ、あと頼みの PSR ミキサーですね。はい、これでいこうか。
あ、奇跡起きてお願い。晩酌尽きたな。今すぐ使いたいんだよね。こんなこんな贅沢な使い方前までしなかったけど。まあフレンド様にもね還元したいんで、これはもうしょうがないかなと思います。はい、ということでなんとかねワードクラスモザイロの50作れました。博士像全部なくなった。はい、でも覚醒もしましょうか。もうこの動画何分になるかわかんないけど、あーきつすぎるねマジで。もうなんでこんな解放運悪いんだろう。まあきらめきはねめちゃくちゃ余ってるんで、はい、ガンガンいきますよ、はい、めちゃくちゃ通るな、そこは通るな、通んなくていいのに、はい、ロール完封中じゃん。今のとこ全部通ってんだけど、なんでここの覚醒運いいんだよ。めちゃめちゃ良くない？やばくない？あっと半分だけど通らないね。あ1か、あこれ結構きついな。こっからこっから闇見そうっすね。ない見ないんですね、見ないんですね。嘘だろ、なんでそこの 30% にも満たない確率は通るんだよ。40個まで行こうかな。うわ覚醒運良すぎ、覚醒運良すぎだってマジで。はい、ということでね、まあもうおそらく当分の間必須になるであろうワードクラス友沢亮のね、50ができました。当分の間リーダーにしていきたいと思います。マジ全部失ったな。まあまたね、まあゼロからのスタートということでですね、まあパワープロ頑張っていきたいと思います。まあこんだけね石と時間とアイテムを注いだからにはね、まあさらなる高みを目指して頑張っていきたいと思いますので、これからもご支援のほどよろしくお願いいたします。最後にチャンネル登録だけでもしていってください。ところどころねちょっと病んでしまって申し訳なかったです。切り替えて頑張っていきたいと思います。では失礼します。 See you。